でもう一つだけ君たちにどうしても伝えたいあって、これ実力も運のうちっていう言葉なんです。あれって思うから、普通は運も実力のうちって言うんですけど、僕が今日皆さんにお話ししたいのは実力も運のうちです。で、まあ、マイケル・サンデルさんがこういう本書いてるんです、これあの日本語のタイトルが実力も運のうちです。まあ例えばですね、皆さん人生の中、まあ、成功することありますね、まあ、小さな成功から大きな成功まであるんです。でこれ自分の実力でやったんだと、で他の人にほとんど手伝ってもらえない、自分で掴み取った、まあ、思うじゃないですか。でだけどもう一度考えてほしいんです、まあ、仮に自分が実力で掴み取った取ったとして、それはもう全部自分が掴み取ったものなのか。じゃあ実力とは何か、大体3つ言えると思うんですね。まあ才能と努力と環境ですよね。でまず才能、これは言葉の定義に生まれついて備わってる能力、これを才能と言います。したがってこれは遺伝子です。で、つまり何か皆さんがかけたものがあるとか、そういう遺伝子を持っているからです。でその遺伝子はあなたの遺伝子ですから、間違いなくあなたの実力です。だけどその遺伝子は自分で掴み取ったものじゃないですよね。これは生まれた時からあったわけです。運が良かったんです。でこの遺伝子は、まあ、お父さんお母さんからもらったとしても、お父さんお母さんもおじいちゃんおばあちゃんから運よくもらった、まあ、たまたまその遺伝子が自分のところに来た、これ運ですよね。決して自分で掴み取ったものではない。次にじゃあ、まあ努力、もう本当に練習頑張って努力したから、そこの部分は自分で掴み取ったと思うかもしれませんが、血のにじむような努力をあんまり苦にならない性格の人と、ちょっとでも自分の嫌なことは一切やりたくないような性格の人、まあ、いろんな性格があるわけです。もちろん地道な努力を積み重ねることがそんなに嫌じゃないという性格の人はだいぶまあ成功に近いんですね。やっぱり成功には努力が必要ですから。そうするとその性格をもし持っていたとしたら、全部とは言いません、性格の場合はもう半分ぐらい遺伝子生まれつきなんですよね。だからそういう性格の遺伝子を生まれて持ってきた、そこの部分は運ですよね。でさらに環境はもう言うまでもなく、これは運です。どこの家庭に生まれたのか、どこの国に生まれたのか、運じゃないです。で、まあ、ここにいる多くの人は日本で生まれて日本で育ったと思いますけど、よく考えてみるとこれ相当運がいいですよね。まあ、生まれた国が違えば、まあ、明日食べるものがないかもしれないっていうところもあれば、明日爆撃されちゃうかもしれないっていう国もありますし、これ空き缶拾ったり、あと水を汲みに、ま、毎日何キロも往復しなきゃいけないっていうことになってたかもしれないけど、なってないのはたまたま日本という国に生まれたからですね。まあ、日本は当分の間、まあ、餓死することはないだろうし、まあ、とりあえず今のところ爆弾が落ちてくるような気配は今のところはないので、それは、すごいラッキーなことだと。だからこう考えてみるとね、結局ほとんど運じゃないかと。で全部とは言いませんよ。だけど半分以上、4分の3とか3分の2は結局運じゃないかというふうに私は思うんですね。なのでこれファイナルワーズなんです、皆さんにメッセージですが、人生の成功はほとんど運によるものだ、運で掴み取ったと思うな。ちょっとなんかね、上から目線的なあの言い方で申し訳ないんですけど、あのメッセージなんでちょっと強めに言いました。で僕自身はめちゃくちゃ運が良かったと思って、もうあの本当に今があるのもあの時あの人に会ってたから、そういうのの積み重ねですから、これがメッセージその1です。でもう一つは、じゃ運がたまたま運が良かった人はたまたま運が悪かった人に何かするべきだと僕は思うんですね。で今余裕があるとしたら、それは運、かなりの運による。で世の中にはその明日暮らすので精一杯って日本人にもいっぱいいますからね。その余裕があるのはそれ運が良かったんだから、その余裕の部分を全部自分のレジャーに使っちゃうんじゃない、そのお金にしても時間にしても、少しはその運が悪かった人を含む社会のために何かする使命がありますけど、義務とまでは言わない、使命です。だから自分は、まあ、ある程度余裕があって、まあ、そこそこ幸せだったら、じゃあ自分は何ができるのかっていう考え、自分ならでは、そういう使命が、で
これ最後ですけども、というわけで君らの人生をプロデュースするのは君ら自身だし、それを運営していくのも君ら自身、つまり君は自分の人生のプロデューサーでもありチーフエグゼクティブオフィサーでもあると思います。ぜひいい人生をよく考えながら試行錯誤してやっていってほしいと思います。本当に長い間ありがとうございました。